はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。新装開店寿司店の店長龍です。さあ本日なんですが、皆さんテーマクロニクルは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。以前ってか昨日かな、多分テーマクロニクルおすすめデッキトップ3みたいな動画出したんですけども、今日はですねテーマクロニクル実践編ということで、寿司デッキ、持ってきました。結構勝てますこの寿司とかいうネタテーマを使って勝てんのすごいですよね。やっぱこの環境めちゃくちゃ楽しいわ。まあ、いつもあったらね、なかなかやっぱこういうデッキで勝つのって難しいんですけど、まあ、今回は、まあ、公式版環境外デッキ選手権みたいな感じなんで、こういうデッキめっちゃ活躍できるんですよ。すげえ、なんかすげえ楽しいわこのイベント。なんかいつもの環境と違くて、はい。というわけで早速ね、この軍艦デッキの展開力お見舞いしていきましょう。デュエル3倍ついに来たぞ、軍艦が輝ける時が。この環境では環境トップと言われているそんなバカだと思うだろう。テーマクロニクルとかいう謎のイベントでは結構軒並み環境デッキが規制されて軍艦が参ると引いてるぞ俺は。 BF もなんか全然、おクロダイバリダンかっこよ、イケメン。ああそんなもんなんだ、へえ。まあ確かにそんなになんか展開伸ばすのむずいよな。まあ、とりあえずガメシエル君で黙ってもらうから、ちょっと魔法だけやめて、ドローすんのやめて、魔法やめろ、魔法結構入ってるぞ俺。あぶねえ。ちょっとリダン君なんか逃げるとかいうなんかキモい効果あるから、ちょっとどっか行ってくれるはい、ガメちゃん差し上げます。うららはまあ、ゾウジはね結構厳しいな、これ打っとくかさすがに。で一応ゴードンにうらら打たせて守ってるか知らんけど、で墓穴からのゴキブリはご容赦ください、ゴキブリ混入はおやめください。お客様、当店はちょっとあの清潔を保っておりますんでね。で強欲で強欲で強欲でちょっとだけ貪欲な壺発動、カードを100枚除外してカードを2枚ドローする。ウニの軍艦発動、ウニの軍艦はシャリの軍艦を相手に見せつけることによって自身を特殊召喚しながらシャリの軍艦も出すという、まあ、完全に握る準備。いけはっ。そしてまもなそうですねこれ、ウニの軍艦の効果、フィールドのシャリの軍艦をレベル5にしていくとかいう謎の効果そしてさらにシャリを手札に加えるとかいう謎の効果ガチで謎。そしてですね、これは一旦特殊召喚ですね、イクラの軍艦を特殊召喚、そして陣影イクラの軍艦の効果、シャリを用意したいんだけどさ、うわーどーしよ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 し、完璧だ。シャリの軍艦を特殊召喚はしない、よし。赤足シャリとシャリが揃ったとき世界が終わると言われるぞ。シャリの軍艦でシャリの軍艦を見せて、そしてシャリの軍艦を特殊召喚シャリめっちゃ並ぶやん、シャリ死ぬほど並ぶやん。これまだ俺召喚権使ってないからね、みんなすごくないですか、召喚権使ってないんですよ。いけ、本日のおすすめ白魚型特務官一丁、白魚型特務官の効果、なんかカードを1枚ドローして、そして、軍艦カードを手札に加えていく、さらにレベル5のモンスター2体でオーバーレイ、シール召喚、本日北海道から取り寄せましたウニの軍艦、おいちょう本場のウニどうぞ。ウニの軍艦でカードを1枚ドローして OK、 そしてまだ召喚権を抑えていないため、とりあえず店を回転させ、そしてまだ店回転してなかったんかいっていうね、シャリの軍艦を召喚、向こうから発動しなくていい、レベル4のモンスターに対でオーバーレイエクシエズ召喚、こちら外国産となっておりますいくら方1万貫効果発動、カードを1枚ドローし、そしてさらにこのターン、バトルフェーズでなんか2回攻撃できるとかいう効果、そして回線の効果によってデッキトップに置いた回線カードを手札に加えるという効果、ウニでいいか、はい、すっ、
ガメちゃん特殊感。これはなんだこれ、なんだこれ、掃除係でバトルフェイス。強い、いけー。そしていくら型一番感の効果、戦闘ダメージを当てた場合軍艦が相手のカードを破壊。強すぎー、2連だー。いやバカ強え、最強だ。軍艦環境来たぞ、これ対戦あれでした。さあお相手の方、一体何デッキなんでしょうかね。いろんなデッキがこれ活躍できそうです。すげえいいリギュレーションなんじゃない。結構おお、デジタルバグいいね、いいね、デジタルバグ。デュエルリンクスかな、マジで デュエルリンクスじゃん、このムーブやばすぎ。なんかふんころがし出てくるのかな。いやこのリミットなかなかね、やっぱり公式版環境外デッキ選手権って感じなんで、かなりいろんなテーマが今ルームでやってるんですけど、今大会というかイベント前なんでルームでやってるんですけど、なんか本当にいろんなデッキと戦えてなんかすげえ楽しいわ。ああ一生このレギュレーション置いといた方がいいんじゃないか。強そうだな、デジタルバグ詐欺じゃねえか。全然ビートルーバー来たぞ、インゼクターも来たわ。お前やめろ詐欺、デジタルバグ詐欺やめろ。レゾナンスインセクトの効果強いからやめろやめろ。ネプチューンはやばい、アームドホーンやばい、ガチでやばいこと来た。あ強い、あ強いで、強心中の効果で昆虫族を落とせる。いやこれめっちゃ強いじゃんこの動き、めっちゃ強いじゃんこの動きって言ってる動きが、この動きなのやばいな、なかなかランクまでは味わえない刺激をもらってるわ。とりあえずネプチューンが出てきてしまう。ネプチューンくん結構強いんだよなこれ、割とね打点がなんかアップしたりいろいろな破壊サタン持ってきたりするんだけど、わヘラクレス、ヘラクレス来た、ヘラクレス並びすぎ、バロタどっから輸入したのそれ、日本には住んでないはずだが、どっから輸入したんだそれ、なんかあれか、なんかアマゾンかなんかから仕入れてきたのか。スティンギーランス、くっそ強い、これはカウンタートラップをサーチできるんだな。いや強い、何の癖も入ってない、なんかビートルーパーとか言ってまあ、クソ強くて草、ビートルーパーフロートスティングはモンスター効果向こうのカウンタートラップですね。これカウンタートラップガチやばいな。ドロー、いくら、なるほど、いくらいくら、ご飯ウニ、とりあえず強欲で貪欲なツボ、強欲で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 貪欲なツボを発動、カードを100枚除外してデッキから2枚ドロー、なるほど、サンダーボルト一切効きませんと。これ怪獣からのサンボルっていう犯罪ムーブできなかったな。ちょなんか踏んでいくしかねえか。じゃあウニの軍艦の効果はそう、お客様本日のおすすめはウニとなっておりますが、どうしますか、握らせていただきます、ウニ食しません、本日結構新鮮ですよ、北海道から産地直送で送っていただいたんで、なんか北海道はウニが有名なんか知らんけど僕長野県に住んでるんで、本当海産物全く詳しくないですよね。月の書はキモ、まだフロートスイングあんのきつくね。とりあえずイクラ買った、イクラの軍艦か、イクラの軍艦で効果発動して、これフロートスイング打ってくんねえかな、打っていただけませんでしょうか、フロートスイング効果発動、イクラの軍艦でなんかシャリをデッキから出してくるっていう効果あるんだけどさ、あ打ってくると、打ってくる、召喚剣まだ使ってないいける、はいいいでしょう。展開は伸びなかったが、え、これまだ召喚剣使ってないか、これウニの軍艦アドバンス召喚じゃね、あんまりやったことないなこれ、ウニの軍艦 を下敷きにしてウニの軍艦をアドバンス召喚だから、お客様も今日はウニしかないんですよ、ウニしかないの、この店にはウニ専門店なの、ウニ食べてウニ食べろっつってたろって言って、レベル5のモンスターみたいでオーバーレイエクシード召喚現れろ超ド級軍艦ウニ型2番艦、こいつはドローをしながらダイレクトアタックをすることができるぜ、こちらが起きた、いいだろう、お客様困りますね、お客様、俺は完全に板前出していくしかねえ、ガイアドラグーンを上に重ねてからの板前
爆誕板前アーゼウス爆誕。お客様困りますね。文句を言うお客様は排除しましょう。お客様のお帰りでーす。スープお客様お帰りでーす。ありがとうございました。これ4素材アーゼウス結構簡単に出せるの強いですよね、このテーマ。あとは、いやー、ウェブソルダーはいいよ。ウェブソルダーはいい。ウェブソルダーはいい。別に。あれ、こんなんでいいんですか？お客様、ちょっと、お店へのクレームは困りますね。大将が怒っちゃいますよ。シャレの軍艦を召喚して、でさらに、シラウオの軍艦も特殊召喚する。あ、ちなみに、あのね、勇者ギミック完璧に禁止になってたんで、あの勇者軍艦みたいなのはできませんね。はい、勇者何々みたいなのはできません。はい、先こっちか。シラウオの軍艦の効果発動。シラウオの軍艦の効果で、いくら型、あの、新入荷しました。はい、ウニ専門店やめました。新しく入荷したんで、墓地から、一回廃棄したご飯を、もう一回乗せて、保健所から怒られるぞ廃棄したシャリを、もう一度再利用。うおー怒られるぞ保健所から。赤シャリを特殊召喚、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れろ食いも軍艦、白魚型特務艦、白魚型特務艦の効果、カードを1枚ドローしながら軍艦カードをサーチ、強すぎはっ。さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、お待たせいたしました。ロキュー軍艦、イクラ型一番艦、効果発動、カードを1枚ドローしながら、バトルフェーズ連に2回殴ることができます。そして、お店オープン、手札全然減ってね、強すぎ。強すぎ。ガチで強えな。このデッキガチで強いぞ。みんな組んだ方がいいぞ。しかも結構安い、このテーマは。対戦。ありがとうございました。お客様のお帰りです。お会計。赤シャリこれ通んないとやばいな。苦渋の決断。なんかありそうだな。シャリの軍艦を墓地の送り廃棄し、シャリを廃棄し、赤シャリある、赤シャリ手段がいる。赤シャリの軍艦の効果を発動、増殖する地位であればケアできますね。お、なんか、よし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 。それはまだいい。まあ、一応ね、軍艦やることはあるっちゃあるんで、あの先行でも。まあ、次のターンの準備ですけどね。あの制圧はできないですけども。なんでまあ、先行渡されてもまあ、なんとかなるみたいな感じでしょうね。まあ、他のテーマ、なんかヒロイックとかパラディオンとか、僕割と調整してたんですけど、なんかあの辺のテーマってマジで先行全然やることないんだけど、まあ軍艦とりあえず軍艦出して次のあのターンのリソース確保しといてみたいなね、動きが一応できるんで、白魚が出せれば参戦ね、オッケーで、気まぐれ軍艦握りを手に加えて、で気まぐれて次のターンの準備みたいな、で怪獣もあるから、まあ一応ワンキルされなければいけるみたいな感じなんで、これ一回参戦の際で相手の手札ぶち抜くか。初動吹き飛ばそう。何デッキ、軍艦じゃん。ライバル寿司店来た。ライバル寿司店だ。いや、これ結構いろいろめんどくさいな。ライトニングストーマーどうでもいい。クジュロケスはめんどくさいな。レスキューラビットめんどくさいけど、これクジュロケスはめんどくさいね、これ。クジュロケスでシャリ持ってこられて一番やばいな。これはね、レスキューラビットはまあしょうがねえな。レスキューラビット、シャリ、ライトニングストーム。まあライトニングストームは別にいいや。どっちの打たれても。気まぐれ軍艦握り。気まぐれ軍艦握りで一応リソースも確保できるし、まあ前って言ってくるんだろうな、これさすがに。はい、ライトニングストームさんでぶち込まれて、はい、了解です。まあ吹き飛ばされるので、まあ別にいいでしょう。はい。まあ、普通に、もういらねえ、そんなものって言って、白いを拒否されたわ。レスキューラビット効果、いいでしょう。よろしい。ワンキルされるこれ。いや、やばいんだよな、普通にね、このデッキ、あの展開力エグすぎて、普通にワンキルされるの全然あるんですけど、いくらの軍艦の効果、
アカシャリめくれちゃったな。アカシャリめくれちゃうとかなりやばいこと起きそうだな。あともう一枚なんだっけ、相手の手札。あ、シャリか。あ、終わったかもしんない。あかんかもしれん。これはね、あかん気がするな。召喚剣は使ってるか、レスキュラビット。ライバルってもしかしてこれ、恐るべき、提供速度でこれ、ワクキルしてくる。あ、はい。あ、はい。あ、はい。で、ウニ型で、ウニ型で、ちょっと、気まぐれ軍艦人気で、ちょっと、圧倒するの忘れた。やべ。やべ、ウニ出てくるのか、完全に見落としてた。ちょ、待て。発動するの忘れてた。やっちまった。次の後続も確保することさえ許されねー。助けてー、助けてー。あーい、これもしかして全提供される。あーい、やば。強すぎるって、強すぎるっぴ。ライバル店、ライバル店の提供速度恐ろしく速い。レシピ盗んでくるわ。